フジロックフェスティバル、来月25日が前夜祭、そして26日から3日間にわたって開催されます。先月末、湯沢町で関係者が集まり会議が開催されました。本年ですね、苗場での開催25回目、26年目ということになります。長い間ですね、支えていただきまして本当にありがとうございます。フジロックは1997年山梨県の富士山の麓で初開催。1999年から苗場に会場を移しました。新型コロナ禍による2020年の中断を経て、苗場で25回目の夏を迎えます。ここまで本当に一緒にやってきてくださった地元の皆さん、行政の皆さん、そういった皆さんに本当感謝というところと、同じく、毎年毎年通ってくださるお客さん、今年もぜひこの湯沢町苗場で一緒に楽しみましょうっていう。新型コロナ禍による落ち込みはあったものの、例年およそ10万人が訪れ、その経済効果からも地域にとって欠かせないイベントになっています。期間中は苗場の森に点在するステージをつなぐボードウォーク。冬の間に傷んでしまうことから、開催前にスタッフやファンがボランティアとして集まり修繕するのが恒例行事です。なんか気持ちよく汗流せる感じです。そうですね、皆さんベテランの方の技がすごい。あ、そう、助けてもらいながら新しく直したりとかするところも、そうですね、愛着が湧くと思います。フジロックが掲げるのは自然との共生。開催中のゴミの管理など地元とファンの協力があってこその25回という歴史です。地元の方に迷惑かかっちゃうと、また自分たちこういう楽しみが来年からできなくなっちゃうなということで、そうならないようにちょっとマナーは守って、我々みたいな客もそういう意識でいたんじゃなかったかなと思ってます。ファンは楽しみ方を心得ています。外でこうやってのんびり歩きながらとか、歩いて途中にステージで聞こえてくる音とかすごいいいし、自然豊かなのがすごい好きなんで。やっぱり自然の中で音楽が聴けるところ。主催者も地元も25回目、そしてさらにその先も見据えて準備を進めています。その先はまた今後四半世紀分かんないですけど、続けていく、いけるように今後、一歩目と思って今年はやっていきたいなと思ってます。お客さんが楽しんでもらえて、それだけのお客さんが来ていただけるから継続できるんであって、地元の尽力なんか微々たるもんだと思いますので、微々たるものでもずっと続けていって継続していっていただきたいと思いますね。チケットは1日券や3日間投資券などが販売中。今年は10万人の来場が見込まれています。